チャッと落ちてクソまみれ。ロージー、何をもたもたしてるの。今すぐ靴を探して。みっともないじゃない。何を引き上げたと思う？古いお鍋よ。やつの女が靴の代わりに履くんだろう。おまるに使えるからな。靴を探してって言ったのよ。裸足じゃ踊れないでしょ。結婚式なんだからちゃんとした靴を履かなきゃ。一生懸命探したよ。でもなかった。泥に飲み込まれたんだろう。ちゃんと泥の中も探して。つまらない遊び。何をしてるんだ。履物探しという遊びを知らない。いや、上流階級の娯楽とは違うようだ。女の子が靴を水に投げて恋人が飛び込んでそれを探すの。見つけたらどうなる。あなたの彼女が喜ぶわ。勇敢で優しいいい男と付き合ってるってことになるからね。それだけ？キスの一つもなしか？それは女性次第よ。その子がキスしたくなったらする。でも決まりではないの。あらまあ、これだけじゃないぞ。シャニー、君の靴を探すとしよう。君のためならどんな深みにも潜ってみせる。見てろよ、シャニー。目が釘付けよ。なんて汚い池なんだ。どっぷり浸かっちまった。どんなに濁っててもあなたから靴は隠せないのね。言った通りだろう。君のためならつまらない遊びにも全力だ。他にどんなことができるか想像してみる。例えばどんなこと。何でもだ。共に出かけよう。コビリやポビス、ゼリカニアに行こう。美しい女性となら世界だって征服できる。素敵な計画ね。でもたった一晩で実現するのは無理だと思うわ。ああ、だが妄想は自由だろ。なくしたのはこの靴かな、シンデレラ。私の靴？さあ、そのしなやかな足を伸ばして貫いて、もとい履かせてあげよう。ああ、ありがとう。大声を出して豚を追いかけてるぞ。これは一体どんな遊びなんだ。みんな豚飼いのを目指して競い合ってるのさ。もう一つの商品はお連れの女、いや失礼、女性に贈られる。それでルールは。豚飼いの家に生まれた者しか参加できないのか。誰でも参加できるぞ。黄色い印がついている豚たちを豚小屋に追い込めばいいだけさ。豚追いの王だって。王には何が贈られるんだ。ふさわしい巨万の富でももらえるのか。名誉だけだ。月桂樹の冠がもらえるから、それを馬の鞍につけて俺は豚飼いの王だって胸を張って闊歩できるのさ。連れの女性にも商品があると言ったが、そっちは価値のあるものか。もちろんだ。絵に描いたような素敵なものさ。
勝ち取って確かめてみな。バカらしい遊びにしか聞こえないが、試しにやってみようかな。きっと楽しいぞ。豚を豚小屋に入れるどころ、自分の神さんをベッドに連れ込むこともできない役立たずをつまみ出せ。ウィッチャーの番だ。ここに画家がいないのが惜しいわね。タペストリーにして後世に伝えるべき光景なのに。この動きを見ろよシャーニー。猫のように活発で狐のように狡猾だ。まぬけども豚の追い方ってものを見せてやる。そうだ豚ちゃん、居心地のいい豚小屋はこっちだぞ。どうだシャーニー、豚を小屋に入れたぞ。参ったが農民ども、俺から学ぶんだな。豚を豚小屋に入れろ。入れてやったぞ、一匹残らずな。ウィッチャーの旦那、あんな豚追いを見たのは久しぶりだよ。うちにたくさん豚小屋があったんだろ、北上しなよ。確かに我が家は多くの豚小屋を所有していたが、豚を追う練習などしたことがない。とにかく王冠を勝ち取ったのはこの人だ。王者のパートナーにもふさわしい贈り物があるぞ。どうぞ。袋に入れてしまい込んじゃダメだぞ。馬にぶら下げてみんなに見せびらかすんだ。どうだったシャニー、あんな機敏な動き見たことないだろ。泥にまみれて豚を追う天性の才能があるのね。見てて楽しかったわ。我が心を奪った麗しき女性よ、俺の勝ち取ったあの商品はどうだ。あのボロ布で作った子豚ちゃんを本当に素敵、ずっと欲しかったのよ。教えてくれよシャーニー、君の鍵は何なんだ。どういう意味。もう手詰まりなんだ。もちろんゲラルトの名前と姿を借りているからだが、それにしてもだ、どんなに口説いてもまるで遠ざかっていくみたいなんだ。だから考えた。何が足りないんだってな。単純にタイプじゃないだけかも。そんな理由でどう。俺がタイプじゃない女がいるかよ。そう、証明してみてよ。喜んで。誰でも一人女の子を決めてみてくれ。瞬きする間に完全に手なずけてみせるから。あの花飾りをつけた子。よーし、さあブロジミール・フン・エベレックのお箱を見せてやるぞ。こんなところで会えるとは。どこかで。それが問題だよ。会ったことがない。今の今まで君のいない半生を過ごしてしまった。半生ってより一生でしょ。いや一瞬だよ。邪魔しないでくれよシャーニー、ルール違反だぞ。はいはい、あっちに行ってるわ。お嬢さん、君はただ美しいだけじゃない。自然が作り出した奇跡だ。今まさに運命が君の扉を叩いている。でも私よくわからない。全てわかっている。俺といれば何もわからなくて。君を本当のレディにしてあげよう。腕を組んで共に社交界に出るんだ。社交界。本気なの。本物のノビグラドの。どうやって。ノビグラドでもオクセンフルトでもコビリでも君のお望みのままに。
納屋へ行こうか。そこでみんな話してあげる。ニースケ、その男から離れろ。お前たちは一体何だ。こいつの兄弟だ。親父が亡くなる寸前にお前みたいな連中からこの子を守ると誓ったんだ。落ち着けよ。悪いことはしてない。乙女と純粋な会話を楽しんでただけだ。結婚式とはそういうものだろ。その純粋な会話とやろ聞いてたぞ。妹を納屋に連れ込んで話の続きでもしようとしてたか。もちろんそうだ。その前にダンスもするつもりだったけどな。教えてくれないか。こんな美女とダンスをしたくならない男なんてどんなバカなんだ。別の美女を探すんだな。それとも俺がダンスの相手をしようか。板切りを手にしてな。ペラルト見てたろ。穏やかに解決しようとしたが、こいつらはやりたいらしい。楽しそうだし俺は構わん。あそこに置いてある板切りが使えそうだ。おじけづいたのか。そこまでだ。ブロジミール・フォン・エベレン、臆病者扱いするのは許さねえ。お前ら落ち着け。戦う気はない。残念だったな。俺たちはお前の皮を舐めす気満々だぞ。これで決まりだな。バーやるぞ。お前の力を見せてみろ。やってやるぞ。言われなくてもな。豚切れか。汗臭い豚飼いどもにはぴったりの武器だな。てめえに食らわすのにぴったりだ、クソ貴族。ここまで思い切り騒いだことは人生で一度もなかった。さあ来い。次にやられたい奴は誰だ。俺に傷をつけやがったな。田舎者に煮えを飲まされるのは我慢できない。思い知ったか、農民風情。このフォン・エベレック、みっちゃんに勝てるとでも思ったか。さっさと消えろ。その口を開けたバカ面を見るのはもううんざり。どこへ行くんだ。君をレディーにしてやるというのに。ゲラルト、俺は何も悪くないと説明しないと。奴らが襲ってきたんだ、彼女を追え。いや、おわん。もう終わりだ。お前のせいだ。俺がレディの口説き方か。生前もそんな調子だったのか。うまくいく時の方が多かったぞ。よく聞け。今からは口を慎み手は出すな。楽しむのはいいが招待客を殴るな。それは俺の手なんだぞ。ああ、わかったよ。あらら、シャニが来たぞ。どうやら機嫌が良くなさそうだな。騒ぎを起こしたのはお前だ。説明しろ。ああ、わかったよ。あなたのやり方は変わってるのね。女性を口説くのに兄弟を殴るなんて独特だわ。他にどんなやり口が得意なの。あらゆるテレンテクダを隠し持ってると思う。喜んでお目にかけよう。納屋の裏にでも行こうか。もう十分見せてもらったわ。今夜はとにかく楽しみましょう。そうでしょ。あまり時間はないんだから。お望みのままに。愛しき人、君みたいな美しい女性の願いを断るわけがない。さあ行こう。こういう曲が好きなんだ。踊ろう。経験から言ってピッチャーとダンスは相性が悪いものだけど、今日だけは火と油みたいに抜群だ。この納屋が壊れるまで踊るぞ。よし、ド派手に騒いでやるぞ。Woo!
特別ゲスト、ウィッチャーのゲラルトと彼の美しいパートナーシャニに素敵な贈り物だ。音楽家たちよ、愛し合う二人のために愛にあふれた曲を奏でてくれ。やった、俺の待っていた時間が来た。ほらシャニ、俺のロマンティックな一面を見せてみよう。とても上手なのね。君がパートナーなら椅子だってうまく踊る。あなた謙虚なのね。今でも必要があればどんなクジャクより自信ありげにしてみせる。ああ、そのギャップ、女性は虜になるでしょうね。まあ自慢じゃない。その好奇心から聞くけど、何人と付き合ったの？多くはない、品格のある女性だけだ。もちろんさすがの彼女たちも君のずば抜けた魅力にはかなわない。伴奏もそろそろ終盤で、踊り手がパートナーに感謝するこの作法を知っている。さあ、知らない。どういうつもり？おかしくなったの？正気だと。俺の心は君のもの。決めておかないとね。あなたは好きなことを言っていいけど、触らないで。わかった？何、触るなって？それじゃ全く楽しくないぞ。そう、キスはするのもされるのも好きだけど、一度に一人の場合だけよ。今は二人いるでしょ。ああ、でも君の心に火をつけられるのは一人だけだ。俺さ、もうちょっとゲラルトと話をさせて。あの石頭は君を楽しませることは何一つ言えない。お願い。うん、分かったよ。俺は彼女の心を掴んだ。台無しにするなよ。ゲラルト、幽霊に操られるってどんな感じ？感覚はあるの？体は動かせるの？全ての感覚はある。だが体を動かしたり喋ったりはできない。どうしたの？どんな感じか知りたかったの。あなたと踊ったらね。君に無理やり迫るようなことはしなかった。無理やり？やましさなんてなかった。少しもな。その言葉、喜べばいいのか怒ればいいのかわからないわね。誤解しないで。そういう気になったことは一度や二度ならあるけれど。けれど彼がいる前でする話ではない。このことは彼が帰った後やったぞ。約束よ。で、感謝の言葉は？可愛い小鳥ちゃんを捕まえてやったんだぞ。お前はもう黙ってろ。一体どうなってるの？何でもない、気にするな。さっき君のために曲を演奏すると言った男に。ええ、まるで私のことを知ってるみたいで驚いたの。でも会ったことはない。一体誰なの？あれが鏡の達人、ゴンター王。ここで何をしているんだ？なら本人に聞きゃいいだろ。そう、姿を見せてもらう話がない。偶然近くまで来てて思いつきで参列したってことはないのか？断言する。奴の行動に偶然が入る余地はない。思いつきなんてあるよ。おい、楽しい時間を過ごしに来たのに、もう5分も棒みたいに突ったって面白くない話を聞いてるぞ。もう戻るからな。ああ、これでよし。さあシャニー、この夜を無駄にする手はないぞ。夜は始まったばかり。さあ何か楽しいことをやろう。
レットなんて小麦粉や蜂蜜、卵ですぐできるわ。失礼だがそれは違う。最も重要な材料が抜けている。すなわち一体何のザレ言を聞かせているんだ。静かに聞いてればわかるわ。時間？どういうこと？時間が材料ですって？時間は生地を均一に混ぜ合わせる。時間は外側がカリカリ、中がしっとりとした理想的な食感を作る。それでどれくらい時間がかかるの？それはレシピには書かれていない。自分の感覚を信じるしかないんだ。触り、匂いを嗅ぎ、撫でて、さらにはとにかく時間だ。時間が鍵なのさ。シャーニー、自己紹介させてくれ。ゴルターオーデン。なんて素敵なドレスだ。その色が最高に似合って。ありがとう。あなたのことは聞いてるけど、料理が得意だなんて初耳よ。ジンジャーブレッドに詳しいんだね。何にでも詳しいというだけのことさ。ほう、じゃあ俺については何を知ってる。いつも兄弟の落ちこぼれだったこと、それに物心ついた頃から兄が羨ましかったこと。待て、俺が見えてるのか、このブロジミール・フォン・エベレック。もちろん、なぜ見えない。それは、今はゲラルトの体だし、ウィッチャーだ。それに、もし、俺に物事の本質が見えないとすれば、俺は一体何者だ。何者でもない、君みたいにね。女性のドレスを血で汚したくはないが、もう一度舐めた口を聞いてみろ。その時は貴様を。君は俺に触れることすらできない。兄のように振る舞いたいのはわかる。自分の男らしさを見せつけたいのだろう。だが正直言ってそれは無意味だ。君は兄とは違う。どんなに兄になりたいと願ってもな。兄を羨ましいと思ったことなんかない。嘘だ。オルギエルドは光り輝いていた。兄の方が走るのも速く、弓の腕もよく、より力持ちで、先に字が読めるようになったのもオルギエルドだ。成長すると彼は好みの女性を選び放題。一方、君は残り物と付き合うしかなかった。悪いな、シャニー。こんな話君には聞かせたくなかった。自分をごまかすのはやめろ。シャニーは君のためにここにいるんじゃない。ゲラルトのためだ。君は粗悪な偽物だ。ああ、ダンスもオルゲールドの方が上手だったな。嘘つき野郎、兄さんだぞ。好きだったに決まってる。問題は君が兄を思う気持ちが果たして一方通行だったかどうか。俺は死んだことで兄さんにとっての英雄になったんだ。確かに活躍したとは言い切れない。5人に襲いかかられたんだ。逃げたこともわからない。地下室に隠れたのを見つかり追い詰められた。ネズミみたいだ。だがオルゲールドは俺が5人の相手に飛びかかり一人で全員を倒したとみんなに話した。ほう、なぜそれを知っているんだ。オルゲールドはよく墓参りに来ていた。俺に備える酒を墓にかけ、自分も飲んでは昔話をしていった。俺の姿は見えなくても全ての言葉を聞いていた。ではいつか彼の口から衝撃的な話を聞くことになりそうだ。何が言いたい。そろそろ失礼しよう。楽しい時間を過ごしてくれ。限られた時間をね。シャーニー、悪かった。俺はいいのよ。なんていうか、忘れましょう。楽しむために来たんだから。行きましょう。夜はまだこれからよ。